やってまいりましょう。お手持ちのつむすべて紹介し終わりで終わります。先続きましたライオンキングよりラフィキー。いや、ラフィキーのキャラクターはめちゃめちゃ好きですね。こうなんかさりげなくっていうか、なんかちょっと若干クレイジーさ出しておきながら、こうものなんて言うんだろうな、その時々に主人公に対して必要なこう確信をつくようなセリフをやったりとか、必要なことをこう導くっていう、なんかゲームのキーキャラクターみたいな位置づけのキャラですよね。で、まあ、最近は僕ね、あの、ラフィキごっこをしてね、あの、ベイビーを高くサークルオブライフを口ずさみながらあげるっていうのがね、あの、趣味でやってるんですけど、まあ、その時のね、またベイビーちゃんの顔が数箇所で消し、わお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 。なるほどね。あ、はい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 、わかったわかった。あれだ、ハイエナと戦う時のラフィキをイメージしてるってやつですね。あらー、ポコポコポコ、わちゃー。かっけえな。うん。さっき何の話したっけ？何の話したっけ？忘れちゃった。あ、そうそうそう、ベイビーを高く掲げて遊ぶっていう趣味だね。でもそれあんま良くない気がするよね。うん、自重しなくちゃ。なんでかっていうとね、もうなんか高い、今ある種その高い高いの一種なんですけど、まあまだね、ベイビーちゃんがちっこいっていうのもあるんだけど、多分ね、ちょっと怖がってるんだよね。だからそういうのやっぱ良くない。あれをやっていいのはラフィキとシンバの組み合わせの時だけっていうところですね。うん。うわ、ガストン。あ、ガストンさんね、この間の100連ガチャの時にレベルアップして占有率 70% という恐ろしい数を叩き出すレベルまでね、レベルじゃない、スキルレベルがね、上がったんでね、今度またね、使ってみてどんな風になるかっていうのを見てみたいですね。ただガストンって、こうなんかショットガンかなんかわかんないけど、あれぶっ放してみたはいいものの、あんまりあれ自体消す力ってはないよね。うん。ということでラヒキさんね、ハイエナと戦うそんな力を発揮してくださるツムでございました。さすが長老。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。